エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック、案件探しを代行し希望の働き方ができる環境をご提供します。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、今日はどうしたんですか。今後の年収チャンネルについて話をしたいな、うん、はい、わかりました。台本なしで台本あったことなくないですか。ないです。年収チャンネルって、うん、立ち上げ当初にブワーって上がって、うんうん、僕の感覚ですよ、うん、20万人ぐらいブワーっていって、うん、止まってで、うん、レベゼンとコラボして25万人ぐらいまで行ったけど、うん、再生数はめちゃくちゃ悪くなって、うん、低迷期がずっと続いてて、うん、今回、まあ、ノンタイトの影響とかもあって再生アベレージが、まあ、多分 130-140% ぐらいに戻って、うん、30万人が見えてくると、うん、で僕は昔鴨本さんが尖って、うん、世の中に物言いをしてるところからファンがスタートしていますと、うん、はい、今って、うん、僕はこの年収エージェントとかもすごく大義名分があると思ってるんで、うん、自分もキャリアアドバイスとして関わらせてもらってるんですけど、うん、とはいえ、いや、おもろさよりマネタイズに比重を置いてる感じは、うん、昔よりだいぶ大きいなと思ってるんですよ、うんうん、その中で鴨本さんがこのチャンネルを3年後5年後10年後どういう風にやっていきたいのかなっていう風に考えてるのかを聞きたいと、うんうん、結論で言うとなるようになる結論なのか、はい、なのでタメクニさんが来て数字を上げてくれたっていうのも僕としては想定外だけど、これもある意味なるようになってるっていう感じなので、このスタンスあんま良くないことも分かってはいますけど、ご存知の通り結構 YouTube って数字取れれば正解ってわけでもない部分があるじゃないですか、はいはい、なので自分たちがおもろいと思うことをやって、でそれに数字がついてきたらいいなっていうスタンスでやり続けることに、なんか僕は意味を感じてるというか、結局いろいろ回り回ってやっぱりこいつらが一番合ってるよねじゃないけど、うん、になる未来を夢見てるというか、もともと年収チャンネルを作った大義名分というかは、ストックさんの利益全突破なのか、利益全突破だったら最初の頃の株元さんの感じにならないのかなって視聴者からずっと思ってて、でも一旦最初はインプ出すことが大事だよねってそれをやってたとも考えられるし、林さんが出資してやったのは知ってますけど、どんな思いからスタートしたのかなっていう。インプがあればなんとかなるよねですね。インプができたら後からなんとでもなるから、まずはインプを増やせることを頑張ろうからスタートしてます。それが何年か続いたわけですよ。4年ぐらいかな、徳さんのは俺だったんですけど、年収チャンネル単体で言うとなんとかならなかったんですよね。一応今年収チャンネルのアドセンスで儲けようとはしてないじゃないですか、うんうん、でも赤字にはアドセンスだけでもなってないと思ってるんですけど、うん、だからなんとかなってるって思っちゃうんですけど。そうですけど、基本は企業っていうのは成長してないとここに携わってる人間の給料を上げられないですから。ああ、なるほど。だからなんとかなってないなっていう感じです、どちらかというと。なのでなんとかするためにはちゃんと数字を作っていかないといけないよねっていうところが途中から概念として生まれ始めたっていうのと、はい、あと年収チャンネルで人材紹介やりたいっていうのは創業の当初から構想はしていたんですよ。だっていろんな企業の要は指名検索ができるように、ね、なんとか株式会社をタイトルに入れることで、いずれ Google じゃなくて YouTube で企業の情報を調べたい時に検索したら上に来るようにしたいよね、はい、で上に来たら転職したい人とかガンガン見るから、これ絶対転職事業やりたいよねとはもともとは思ってましたよ。ただ当時は会社員を辞めてフリーランスになるべきだに近いメッセージ発してたじゃないですか、はい、このメッセージと相関性が合わないからやらなかったみたいな感じですか。それで言うと、まあ僕のリソースの問題もやっぱありますね、正直。どこに力入れんのみたいなところで、創業4年目とか5年目ってがむしゃらに泳いでる時なんで、はいはい、構想はしつつまだ手つけてないみたいなのは当然あったっていう感じなんで、リソース無限だったら当然やってたんじゃないですか。じゃあ鴨本さんが俺は時給10万だと、で1億儲かってるぜってブランディングしてたじゃないですか、はい、あれはカメラ前でそうやってるだけで、内側はめちゃくちゃ忙しかった、仕事に追われてるってわけじゃないですけど、ただ頭がストックさんを伸ばすことに結構プライオリティを置いていたというか、そっち伸ばさないといけないんで、余った時間をストックさんを伸ばすためのブランディングなり人脈作りのゴルフだったりとかに使うのか、新技術を立ち上げるのかみたいなところのまあ優先度で、最初はストックさんに寄せて、ストックさんが結構こう軌道に乗ってきたんで、ずっとやりたかった人材紹介もっていう流れなんで、まあ合理的に説明できない部分もあるかもしれないですけど、はい、ずっとやりたかったのは間違いなく事実ですね、はい、あとまあ年収チャンネルのメッセージって、1000万いける人は会社員でポンポンってやるといいよと、はい、行くためにはやっぱビジネス戦闘力つけないとダメだから、はい、打ってる場合じゃなくて、なんかベンチャーでも行って自力つけたら後々いいことあるよね、それがメッセージなんで、はい、フリーランスになれじゃないんですよ実は。なるほど、はい、なのでいいベンチャー企業とか転職サイトにあんまり載ってないとことかをバンバン紹介して、はい、中堅会社の平社員やってる人がベンチャー入って自力ついてとかはめっちゃコンセプトになってると。僕はなんでさっきのセリフが出たかというと、フリーランスサミットがフリーランス最高ってやってたイメージがめちゃくちゃ残ってるんですよ、あれはサミットはそういう定義でやってるけど、チャンネルとして言ってる本質のところは
違ったというか、フリーランスになるために必要なのがベンチャーとかでの経験だよね、ビジネス戦闘力だよね。ベンチャーというか正確には法人の人脈とハードスキルとの2つというか、はい、があると独立しやすいよね。でも今くすぶってる大手のなんかコピーとかそういう事務やってる人はできないから、一刻も早くそういう環境抜け出しなっていうメッセージですね。今仕込みたいけど仕込んでない年収チャンネルでできる事業ってありますか？事業っていうわけじゃないですけど、映画とか作りたいですね。めっちゃ意外。確かに前企画会議でドラマ作るみたいな話してましたよね。遅い時間になりすぎてちょけてんのかなって思って。違う違う、まあ、映画かドラマか。なんで？マーケティングの最終形態だと思ってるからですかね。映画がマーケティングの最終形態、どういうことですか？例えば半沢直樹って銀行員の業界の格を上げたと思うんですよ、はい、タイトル忘れちゃったけど、パイロットのキムタクのやつとかも航空会社の上げたじゃないですか、はい、フリーランスとかそういうのを格上げるっていうのを背負うフェーズにもう来てると思うんで、そしたら映画じゃねっていう感じですかね。めちゃくちゃ納得したわ。で、まあ、YouTube で言い方悪いですけどちまちまやってて何万人とかにリーチしたところでもう一定の効果はもう得てるんですけど、はい、ここからゴリッと動かせるパワーはまだない。かといって何十万人とかにバズり目的でエッジ聞いたこと言っても本当に届けたいメッセージとズレが出そうじゃないですか、はい、そういうバズりって、はい、恋愛企画めっちゃおもろいですけど、はい、あれってタメグニさんの本当に伝えたいメッセージとズレた部分も許容するからバズる部分もあるじゃないですか、はい、って時にドラマだなんだとかって結構いいですよね、うん、それはやってほしいですけどね。僕はやりたいことじゃなくて、ビジネスかけるエンタメといえば何って言われたら、僕今令和の虎が出てきちゃうと思うんですよ。他あんまないなっていう、そのトマホークとかいろいろありますけど、これだよねっていうのはなくて、編集チャンネルがそこの位置になることが夢かもしれないです。なるほどね、はい、転職相談キャリア相談は年収エージェントに登録、概要欄から無料で待ってます。タメクニを含む強力なキャリアアドバイザーがたくさん控えております。まあ、あとはタワーを作りたいですね。タワー、はい、めっちゃ将来的な話ですよ。スポッチャみたいな、そのビルの中で全てが完結するというか、他の会社全部知ってるわけじゃないですけど、ストックさん の SSL ってみんな好きで集まってるじゃないですか、はい、普通の会社ってもし会社のバーがあったら人集まりますかね。そんな集まんないじゃないかと思ってて、結果出してる人は好きだから来るけど、基本的に会社の人とそんなに夜も飲みたいとか思わないって人が結構多いイメージなわけですよ、はい、でも SSL とか全然抵抗なくみんな夜も遊ぶじゃないですか、はい、ってことはこれの拡大版ってこのビルに全てのエンタメとか、まあ、それこそダーツとかカラオケとか映画館とかが全部入ってオフィスもあって、ジムもあってプールもあって全て完結している男の夢が詰まった、まあ、オリエンタルランジみたいなの言えたらいいですけどめっちゃおもろくないですか、うん、そういうビルが1個あって、それがもうソックさんの関わる最大の特典じゃないけどっていうのは非常にやりたいですね。これはもう最終の最終なんで、これをやる頃にはタミクさんもうじいさんになってるかもしれないけどまあそれはなんか夢というか、まあ、男のロマンですよね、そういうのって、はい、地方に旅行行った時にポッチャのデッカいのとか見るとテンションが上がるわけです。はい、ここで今夜一晩俺で遊べるのかみたいな、あの感じをソクさんでも作りたいなみたいな。カモンさんスポッチャとかで興奮できるんですね、うん、めちゃくちゃしますね。僕今のは全く共感しなくてなんで人と会話することに楽しみを覚えるんで、うん、カラオケとか邪魔な雑音なんですよ、うんうんうん、スポッチャもみんなでわちゃわちゃやってるんじゃなくて、うん、みんなで机を囲んで会話したいんですよ。なるほど、ね、基本アルコールと食べ物以外邪魔なんで、はい、なるほど、カモンさんが意外とそういうエンターテインメント系を楽しいと思うタイプだったのが、めちゃくちゃ好きです。だってスポーツが好きだからスポカ行ってるんですもん。ああコスパがいいからっていうのはもちろんありますけど、はい、スポーツ嫌いだったらスポカ行かないじゃないですか、はい、高校の時から体育の授業とか体育祭とかでもう全競技1科目というか教科だけなのに他のもちょっと助っ人で出してみたいな感じで全部出るぐらい、もうなんかもう好きだったんですよ球技とかそういうのが、はい、なのでスポカも超いいじゃん、体育の授業めっちゃあるじゃん最高みたいな感じで行ったんで、スポッチャ未だにめっちゃテンション上がるんですけど。ああそうなんだ、はい、あとはゴルフ場を買うとか孫正義さんがねゴルフ場持ってるみたいな噂はありますけど、そういうなんかプライベートゴルフ場とかもいいですし、大人になって楽しいなって思うこと全部詰め込みたいみたいな、これが夢というかやりたいことですね。 SSL 見ててやっぱあそこでいろんな今までドラマが生まれてるわけですよ。人との出会いもそうだし、タメ国が誰かと喧嘩したとかもそうだしこういうのもなんかもう単体で見たらその時はフラストレーションがあったりとかも全部あると思うんですけど、うん、この間もなんか何周年みたいな時に、うん、あこの世でいろんなここでなんか面白いエピソード生まれたなって思うと、はい、僕が好きなっていう感じですね、うん、こうやって話聞いててもカモ、うん、さんってコミュニティを大事にするじゃないですか。今でこそ業務委託組織ってあるあるだと思うんですけど、その考え方だったら、うん、軌道乗ったら正社員モデルに変えない、うん、って思っちゃうんですよね。これ逆ですね。僕の場合は自分がやりたいことを人にやらせたいというか、はい、自分はフリーランスとしてうまくいって
て、こうやってやったから稼げた、他の人も同じようにやってみと。だから売上の2割ちょうだいだと介護課になるんで、粗利の2割だったら同じことやって最後に残ったものからもらうから条件一緒で同じようなことできるでしょっていうのがスタートだったんで、僕と同じことができる人を増やすことで遊んで楽しいみたいな感じだったかもしれないですね。営業代行会社とか、うん、その案件をお渡しする、うん、まあ、SES とかも全部含めてですけど、粗利の 20% なんてありえないじゃないですか、うん、で、まあ、加納さんも今みたいに軌道乗ってるわけじゃないから、うん、自分の稼ぎも担保したいわけじゃないですか、うんうん、ってなった時に粗利の 20% って僕1万年生きても多分出ない発想だなって思っちゃうんですよね、うんうんうん、例えば100万円でクライアントから受注したものを原価80万円のものがあったとして、これで80万円のものを納品するからクライアントが喜ぶわけですよね、はい、原価率が高いから。売上の2割を即債に収めると80万のものを納品できなくなっちゃうんで下げなきゃいけないと、はい、それってクライアント目線で言うと品質下がってるわけじゃないですか、はい、これは俺と同じことやれって言っても、いや俺ら80万のそんないいもの納品できねえよって言われちゃうわけですよ、はい、だけど残った20万から2割だったら原価率上げればいけんだろうっていう僕の言い方も筋が通るんで、俺と同じことやったらみんな稼げるから、だから同じことやんな、その代わり残った利益からもらうだけだから言い訳しないでねっていう、最初はそういう感覚でした。ってやると利益折半にすると思うんですよ、うん、なんとか版とかの例になったらもう結構利益折半が多いみたいな、うんはいはいはい、し案件取ってこないとそもそも仕事がないから利益半分で、どっちかっていうとみんな喜ぶぐらいの感覚、うんうんうん、でなぜ 20%?それはもちろんそういう説もありますけど、もし 5-5 だったら今の吉野メンバーは絶対いないと思いますし、うん、かつ 8-2 にすることでその代わり補足さん最高っていうのをツイートしてよとか周りに言いふらしてよってめっちゃ当時言ってたんですよ。である意味広告宣伝費がその8割の中に入ってるというかっていうので、求人に困ったことは初期の方はほぼないんで、求人に100何十万払うよりその人に100何十万入ってその人がめっちゃいい人友達連れてくる方が早くねと思ってたんで、優秀だったからこそ集まった人ができたことでもあるし、その案件獲得が非常に僕は得意だったんで、マーケティングとかで取ってくるのが手間かかってなかったんですよ。ブログとか YouTube で来るから、はい、そんなの商談さばいてれば勝手に決まる話じゃないですか。なので、まあ、2割でもいっかみたいな、その代わりみんな宣伝してねと。もっと言うと人が増えてきたらオンラインサロンでマネタイズできるから、オンラインサロンに僕が注力するんで、そしたらオンラインサロンでポンって収益ができたら僕は2割でも別にいいよねっていう、なんかそっちに走ったという感じですね。今後編集チャンネルはなるようになるじゃなくて、なんて言いましたっけ、なるようになるなんですけど、はい、それは適当にやっていいとかっていう話ではなくて、特にこの YouTube に関しては頑張るはもちろん前提としてあるんですけど、タミクニさんが今回結果をバーンって出したっていうのは計算してできることでもないじゃないですか、はい、そうですね、その時その時局面で頑張るっていうのを含めてなるようになると思ってるんで、タミクニさんもね、これからもし今の流れが落ち着くかもしれないじゃないですか、でも落ち着いたとしても落ち着いたからダメとかじゃなくて、人生に波があるんで、こういうのを全員で楽しんでいけば、もしかしたら今度山本が突然火引くかもしれないし、はい、その時に僕らのストーリーの中で山本が今度主役だわーってなったら先生でおもろいじゃないですか、はい、っていう感じでなんかこうやっていくのがいいんじゃないかな。特に YouTube に関しては事業とちょっと違うんで焦っても意味ないかなと思うっていう感じですかね、うん、最後に僕の承認欲求のための質問なんですけど、はい、僕が演者として体制するかもって思ったタイミングってありますかっていう質問なんですけど、うん、これ前もなんかの動画で言ったんですけど、うん、僕が年収チャンネルに出る前、うん、出たいですって言った時に、うん、SSL でタミクニさんは真面目で実直な感じは、うん、YouTube では多分跳ねないと、うんうん、ビジネスマンとしてはいいけど、うん、YouTube としては跳ねないっていうのを1年半前の12月ぐらいに僕は言われてるんですよ、うん、もしかしたら跳ねる可能性あるかなって思ったことありますかっていう質問です、うん、当時ノンタイトルなんか出れるわけもないし、プレゼンがあんま上手くない子に対してブワーって言ったりとか、うんうんうん、でも本当に言っちゃいけない言葉は言わないとか、うん、取れ高はこの1年半僕は鍛えてもらったんで、うん、昔のオーディションとか見ても恥ずかしくて見れないわけですよ、うんうんうん、だからどこでちょっと成長したなとか可能性あるなって思ってもらえたかすごく興味がある、まあ、思ってないと言われたらそうです。いやいや思ってないわけじゃないですけど演者として体制したとかっていうよりは、タミクニさんが持っていたポテンシャルがうまくノンタイトルっていうところで引き出されたという風な見方なんですよね。だからタミクニさんが成長してるんですけど、シンプルにこう動画上で質問に対しての回答だったりとか考えることとかビジネスリテラシーも含めて成長したっていう感じで、ノンタイトルっていうのが元々好きだったじゃないですか、はい、好きだから結果が出てるっていう感じを持ってるっ
っていうのがまずありますし、嫌な言い方になっちゃうんですけど、ノンタイトルに仮に他のメンバーが出たとした時に、多分ないですけど同じぐらいバズってる可能性はゼロではないじゃないですか。あ、そうですね、もちろん。なので結局生きる環境、僕がノンタイトル出てもバズってないと思うんですよ。で、僕は令和の虎が相性が良かったとか、はい、っていう相性がいいところに出た時にその人の持ってるポテンシャルだったりとかが爆発するみたいな感じなんで、他の人もポテンシャルが何かあって、それでどの座組だったら爆発するのかなっていう目線で、タミクニさんはノンタイトルがいい座組だったんだろうなっていう感じなんですよ。もともと持ってたものであって、はい、それがうまく引き出された、その出し入れのうまさみたいなところはタミクニさんが成長した部分なのかもしれない、はい。まあ、結論、タミクニさんはリアリティショー好きだったからこそ今回引き寄せたし、こういった方がいいとかって多分普段からシミュレーションしてると思うんですよ、はい、俺だったらこういうのになって、それ好きだったからこそなんですよ、はい、で普段そんなリアリティショーのことを考えてるやつは多分いないんで、だからタミクニさんはここでこういったらいいとかっていうのが画面上であって、はい、視聴者はわーみたいな感じになってんで考えてたんだろうな、ずっとやりたかったんだろうなみたいなあるじゃないですか。これはタミクニさんが好きだからこそできたシナリオというか、好きじゃないことでバンって出されても多分きついと思うんですよ、タミクニさんも。でこれはタミクニさんが引き寄せたものだし、今まで研究してきたものだし、相席とかも多分そうだと思ってて、はい、相席に集中してんだったら何かしらそれでビジネスやったら跳ねると思うしっていう感じですかね。動画をねパッと向けるともう安心感があるとか、そういう意味で言ったらまあ間違いなく素晴らしく成長してると思うんですよ、はい、なんか満たされたか分かんないですけど、満たされはしなかった満たされはしない上本くんはキャリアコロシアムの割と前半の時に、株本とタメ国は演者として跳ねる側の人間だと、で上本くんはまあ謙遜も含みで僕はそっち側の人間じゃないって言ってくださった時に、俺ってそっち側に見えるのっていう、なるほど、だ上本くんはどっかでそう見えてくださって、で株本さん的にはずっと変わらず見てて、ノンタイトルとの相性が良くてポンっていきましたっていう話じゃないですか。で上本くんので言うと底辺からスタートしてどっかでこうポンっていったのが、普通に年収チャンネル出てる間に感じてもらったんだろうなって。なるほど、ね、でこのポンのタイミングがノンタイトル以外でありますかっていう、そういうことか。ちょっと今回がでかすぎてそのちっちゃいポンが僕は忘れてるかもしれないですけど、でもポンポン出たがりじゃないですか、やっぱりその誰よりも、はい、本来カッコつけんのとか恥ずかしくて、こうみんな照れて抑えるところをがっつりカッコつけに行くじゃないですか、はい、このあたりがいい意味で羞恥心欠けてるんで、これが多分演者向きというか、はい、っていうところに上本は感じ取ったのかなと思いますし、うん、そういう意味でタミさんその辺が正面からいけるというか、確かに年始チャンネル撮ってる時にちょくちょく感じ始めたというか、どちらかというとなんか恋愛企画の時とか、僕坊主なんですけどどうすればいいですかみたいな、はい、やりましたね、最初そんな感じだったじゃないですか、はい、でも最近はちょっとこうバズりも意識して企画とか考えるようになったじゃないですか、はい、これがなんかこうシンプルにこうビジネスマンとしての成長というか、あ、なるほどね、逆に言うとノンタイトルを盛り上げたのはめっちゃすごいと思うけど、あのメンバーで勝ったのは当然だと思ってて、うん、演者としてというよりビジネスの感じ、はい、だからここら辺がタミクニさんがこうしっかりと年収チャンネルすげえんだぞっていうのをこう示してくれて助かったという感じですかね。質問回答で終わってたら、うん、僕がポンコツで終わるならいいんですけど、うん、一応ストックさんの看板持ってるんで、うん、僕はパートナー陣の中では売り上げでいうと中間かちょっと低いぐらいだと思うんですよ。だからその人間があれだけ質問回答できるってことは、ストックさんの人間はもっとレベルが高いっていうことが証明できたかなっていうのは僕的には嬉しかったです。いや本当にありがたいです。勝者タミクニってなった時に当然ですけどねって言ってますから、それできなかったですか。でも本当にプレゼン終わった後は勝ったと思ったんですよ、はい、もう完璧だったと、はい、ただそのディレクター陣から言われた感じと、うん、その投資家たちの流れ的にどういう計算でそうなったか分かんないんですけど、これって俺らが負ける時にしかしない流れじゃねって思っちゃったんですよ、うん、たまたま質疑応答の時にハマってないなと思ったのが朝倉未来さん、光さん、三浦会長だったんですよ。だからあ、ダメかと思って、うん、で光さんからしたら僕と絡むメリットも令和の虎界隈とつながってるから絡もうと思えば絡めちゃうし、うん、わざわざ僕と絡むメリットもないかな、ダメかと思って俺らだったんで震えました。よかったですね。おい自分で食ったんだよ今というわけで、今後も年収チャンネルを僕はインプを伸ばすことを意識、タミクニさんがいろんなところで年収チャンネルインプ伸ばすんだよとか、なんか僕の名前もいっぱい出してくれて、はい、年上ですけど可愛い後輩というかっていうのはすごく感じました正直。タミクニさんがそれを知りすぎて、カモトって誰だよって思われてんじゃないかみたいな逆にそっちが怖くなるほど年収チャンネル愛は正直すごく感じたんで、それはメンバーもみんな喜んだと思いますし、はい、これからも年収チャンネル引っ張っていく立場として、これからもよろしくお願いします、はい、はい、以上です。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。フリーランス向けオンラインサロン運営中、ビジネスマンは年収エージェントで転職、ウェブマーケプログラミング動画編集のスクール運営中、概要欄をご覧ください。